全ては偶然だ。だがその偶然はあらかじめ決められていた世界の意志でもあった。俺はイカれてなどいない。至って正常だ。ここでは真実を語っているんであって、断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていたら、あいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ。考えてもみるがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に埋もれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか、脳が処理をしないかのどちらかなんだ。うかつなことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。まだでは非常にずっと短いからね。いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるが、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであるのだ。歴史からも読み取れる。海に生ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。言ってるの？オカリン、ねえってば。あと電話中？いや、こちらの話だ。問題ない。これより会場に潜入する。ああ、ドクター中鉢は抜け駆けをした。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうつもりさ。何？機関が動き出しているだと？そうか。それがシュタインズゲートの選択か。エル、プサイ、コングルフ。
時、携帯で誰と話してたの？聞くな。それがマユリのためでもある。あ、そうなんだ。オカリン、ありがとう。マユリよ、いつも言っているだろう、俺のことをオカリンと呼ぶなと。昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は包囲強魔、世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。覚えられないし。それに岡部凛太郎と一文字も合ってないよ。おかしいね。教えてほしいんだけど。これからここで何が始まるの？お前はそれも知らずここまで俺についてきたというのか。うん、これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。気がするよ。あるいは機関による何らかの妨害を受けたのかもしれないな。
巻き込まれるのは勘弁だがな。巻き巻きトカゲ？あ、それを言うなら襟巻きトカゲだね。マユリ、気をつけろ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起き。予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。これは匂う、陰謀の匂いだ。何を隠したいんだ。マユリ、何をしている？あのね、ウーパが欲しいなって。
やればいい。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。黙ったれるな、マユリ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。それはレアなのか？すごく。うん。ではマユリにくれてやろう。今日まだ。ありがとう、オカリ。本日はドクター中橋によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。うん、待って待って、名前書かなくちゃ。それでは早速登場していただきましょう。発明家ドクター中町さんです。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。ドクター中町だ。どうぞよろしく。それでは、ここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明、タイムマシンについての理論をお教えしよう。ドクター！バカにするにも程があるぞ。なんだね、君は。俺が誰なのかはどうでもいい。それより、今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ？ジョン・タイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か？誰かその男をつまみ出せ。出ていくのはあなただ、ドクター。恥を知れ、この人材、あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。
るさい、黙れ生意気な若造め。お、ちょっと来てくれませんか。貴様、機関の人間か。は？ふざけてないで、ちょっと来てください。ここで俺に何かすれば人目につくぞ。そうなれば貴様もいろいろまずいだろう。何かって何ですか？人聞きの悪い。私はあなたに聞きたいことがあるだけです。それに答える義理はない。機関のやり方は分かっている。だから機関って。俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリスだ。あの女に気をつけろ。いや問題ない、ここはなんとか切り抜け。何をする？ あれ？この携帯、電源切れてる。誰と話していたんですか？貴様に答える義理はないが一応教えてやろう。それは、俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特別製の携帯なのだ。うわっは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 。そう、独り言だったのね。
さっき私に何を言おうとしたんですか？さっきとはいつのことだ？ほんの15分くらい前、会見が始まる前に。私に何か言おうとしましたよね。すごく悲しそうな顔をして。まるで今にも泣き出しそうで、それにすごく辛そうでした。どうして？私、前にあなたと会ったことありますか？そういえば、なんで私の名前知ってるんです？俺は全てお見通しなのだ。天才少女よ、次会う時は敵同士だな。は？さらばだ。うわっ。機関め、あれほどのエージェントを送り込んでくるとは、ついに本気になったようだな。だが、俺はまだ奴らに捕まるわけにはいかんのだ。ん？メールか？出ない。
なくなった。勝手に動き出したのか。それは実にファンタジーだな。落としたみたい。見つからないなら諦めろ。また当てればいい。メタルウーパはネットオークションで1万円近いプレミアがついてるんだよ。な、に、マユリよ、一体どこで落としたのだ。わかんないから探してるんだよ。あと見つけても売らないからね。その1万円、この俺の研究資金にしてやる。だから売らないってば。マユシーの名前書いちゃったし。おのれ、金にしか興味のない下劣なやつめ、恥を知れ。オカリンもね。マユリ、ここにいろ。
なんで
消えた。Thank you.
ラボメン、すなわちラボラトリーメンバーは俺を含めて3人である。ラボメンナンバー001、ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティストであるこの俺、包員京馬。オカリンって呼び方の方が可愛いのに。そしてコスプレが趣味の高一点、ラボメンナンバー002、椎名真由里。てってれー、真由里です。着るんじゃなくて作るのが趣味だよ。最後にスーパーハカー、ラボメンナンバー003、橋田イタルだ。スーパーハカーって呼ぶなよ。スーパーハッカーだろ、上皇。そんな我々3人で構成される未来ガジェット研究所の活動内容はそのものズバリ発明である。詳細は我がラボのホームページを見てくれ。もちろん闇の支配権力と戦うための未来ガジェットが最優先事項だが、その研究から派生する副産物的な発明も多い。というか今のところはそっちばかりだ。すでに我々は8つの未来ガジェットを完成させた。だがこれはまだ序章でしかない。未来ガジェットのアイデアは俺の中に108まであるのだ。某テニス漫画みたいにですね。わかります。人の煩悩の数といえ、このアットチャンネルのおめえ。それと俺が話しているのだから口出しをするなと言っているだろ。そもそもオカリン、さっきからなんで独り言喋ってんの？独り言ではない。見てわからないのか。俺は今モニターの向こうにいるこいつに話しかけているのだ。あ、今その人にやりって笑った。おのれ貴様、何を笑っているのか。モニターの中の存在のくせに。こっち見んなって言ってやれば。通じないんじゃないかな。俺たちに話しかけられていることにすら気づいていないらしいな。自覚がないというのは実に不幸なことだ。その人にしてみたらマユシーたちがゲームみたいに見えてるのかな。そいつには現実なのかゲームなのかっていう発想さえないんじゃね。んじゃあダルクの大好きな二次元の女の子たちもそうなの？それは別。あの子たちは僕の嫁だから。ダルの嫁の話はどうでもいい。でもさ、マユシの言ったことって興味深いテーマじゃん。もし仮に僕たちがゲームの中の住人だとしたら、それを見極める術はあると思う？ないな。即答かよ。ゆえにそのような議論は不毛。世界の支配構造を打ち砕く方法について考える方がよほど有意義だ。中二病オツ。黙れスーパーハカー、俺は中二病でも。おーい、今日まだ
そういう設定っしょ。やれやれ、ダルの人とのコミュニケーションの取れなさはどれだけ経っても治らないな。アニメのオフ会じゃ僕がいつも場を盛り上げてるっつうの。オカリン、アルパカマンは反応したん？いや、全然。この不愛想アルパカメが。消えた。
人が消えたよな。消えただろ、今目の前で。マユリも見たか、見たよな。見てない、見ていない、見ていないのか。だってついさっきまでここにはたくさんの人たちが歩いていたんだぞ。歩いてたかな。それに店員まで消えている。こんなことはいくらなんでもありえない。それは仕方ないと思うよ。とにかくね、最初からこの辺には誰もいなかったよ。あ、そっか、オカリンは幻を見てたんだね。きっとこの暑さのせいだよ。トゥットゥルー。そもそもあの人工衛星は一体なんだ。あの人工衛星だわ。うん、びっくりした。
たね。びっくりしただと？何がびっくりしたのだ？ドカーンってすっごい音がしたもん。あの人工衛星は落ちてきたのか？来たのかな？宇宙人さん乗ってるのかな？そうか、そういうことか。これも全て機関の隠蔽工作ということだな。警察にすら圧力をかけられるということは、この国の中枢ももはや奴らの手の内にあるということ。なんということだ。だが俺の目はごまかせんぞ。奴らの所業を暴き、その支配構造に終止符を打ってやる。頭脳労働の後のドクターペッパーは相変わらず最高にうまいな。コーラの方がよくね？オカリンは本当にドクターペッパーさんが大好きだよね。この知的飲料の良さがわからない奴は人生の5分の1を損しているぞ。うわっはっはっは。
ダル、計画は順調に推移しているか。え、計画って何ぞ。計画は計画だ。8号機の調整以外に何があるというのか。ああ、そのこと。いきなり計画とか言うから何事かと思った。そろそろお前との付き合いも3年半ほどになる。高2の時はクラス別でほとんど喋んなかったじゃん。だから実質2年半じゃね。細かいことはどうでもいい。それほどの付き合いの長さなのだから、いい加減俺の会話について来られるようになってくれ。それは無理。うん。それで8号機の不調の原因究明は進んだか。いや、まだ。
マユシがやった状況を再現して何度も実験したけど、冷凍できたりできなかったりだし、バナナを冷凍してみようとしたらさらにへんてこなことになったし、さっぱりわかんない。マユリ、マユリ、ここにバナナを持て。またゲルバナ作るの？前から気になってたけどさ、マユシ、ゲルバナって略さないでくんない？だってね、ゲルバナはゲルバナだもん。いいからキビキビ動け。なんでいつもいつも一房丸ごと入れるの？もったいないよ。ケチケチしていては機関との戦いに勝利することなどできんぞ。勝たなくてもいいよ。あのね、バナナはマユシーが買ってきてるんだからね。おかげでマユシーはちっともバナナが食べられません。次からは一本ずつ使うことも検討しておこう。マユシーガイダンスが聞こえなくなる。こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッシュしてください。例えば1分ならシャープ60、2分ならなターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜ。それ何？逆回転？そこに重大な意味があるかもしれない。漁師の振る舞いにも影響してくる問題になり、フントの規則を導入して。あるわねえよ。ないか。ないね。そうか。ゲルバナの出来上がり。
ダルよ、このバナナ食べてみようとは思わないか。思うはずだ。我らの理念達成の犠牲となり散ったダルに敬礼。すげえまずそうじゃん。味は関係ない。食べることに意味があるのだ。さあダルよ、遠慮することはない。骨は拾ってやるから思い切ってズズイと行くがいい。いらね。ではマユリ、お前にその名誉を譲ろう。なんかね、ゲルバナは中身がデロデロでブニュブニュだったよ。味もしないし、全然美味しくなかった。デロデロでブニュブニュか。ダルよ、どう思う？ブニュブニュバナナか。ブニュブニュのバナナ。マユシ、あなたのバナナブニュブニュだねって言ってみて。あなたのバナナブニュブ。言わせるな、天皇学。涼しい、生き返るぜ。あばば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 。電話レンジ（カッコ仮の件だが）俺は答えを導き出したかもしれん。そのカッコ借りって面倒いからいい加減やめるべき。そんなことは今はどうでもいい。
お得意のとんでも理論でもひらめいちゃったん？何を言うか。俺はいつもこの世の真羅万象すら超越したあらゆる可能性について思考を巡らせているのだ。とんでもとか言うな。真羅万象を超越って、つまり何でもありってことじゃね？理論ってレベルじゃねえぞ。ダルよ、電話レンジかっこ仮はシュタインズゲートを開く鍵だという気がするのだが、どう思う？そのシュタインなんとかってところからして意味不明なわけだが、ダルはラジカンに見物に行かないのか？どうせ行っても見られないっしょ。もちろんネットに上がってくる情報にはほぼ目を通してるのだぜ。アットちゃんのスレ数100超えたし、勢いすげえ。またその話かよ。またその話とはどういう意味だ？だって1週間前にも僕にそんなメール送ってきたじゃん。メール？俺が？何よバカな。マキセ・クリスが殺されているのを見たのはほんの3時間前だぞ。そういえばあのメール変な感じだったな。送信日時が1週間後になってた。つまり未来から来たっつうか。これは3時間前に誰に送ったメールだ。何か？貴様、貴様は死んだはずだ。なぜここに？しかも無傷。なんなの？無事だったのか？怪我は平気なのか？いや、そんなはずは。マキとクリスは何者かに刺されて血まみれで。ちょっと勝手に殺さないでくれますか？私ピンピンしてますんで。
ある、実体がある。やはり幽霊だというのは考えすぎか。オカリン、まずくね？おい、己は警察に突き出されたいのか？俺は真実を知りたいだけだ。何が真実よ、この変態！バカなの？死ぬの？ルイスちゃんの名台詞、来たこれ！俺は確かに見たのだ！ドクター中バッチ。オカリン何言ってるん？中バチの発表会なら中止になったじゃん。中止？そう、人工衛星の墜落で。ちょっとあなた。我が名は法院教馬だ。違うよ、全然違うよ。法院さん、今の話詳しく教えてほしいんですが。マキセさん、そろそろ時間ですし、始めましょう。オカリン、とりあえず僕らも行こうぜ。行くとはどういう意味だ？講義を聞きに来たんだろう。今日は私のような若輩者の話を聞きに来てくださってありがとう。抗議をする方だったのか。
こういうのは初めてなので緊張してますが、ガチガチなのは多めに見てください。どうぞよろしく。今回タイムマシーンをテーマに話してほしいと言われまして、正直専門外なのですが頑張って話してみようと思います。おお、タイムマシンか。最初に結論を言ってしまうと、タイムマシンなんていうのはバカらしい代物だということです。異議あり。タイムマシンが作れないと決めつけるのは早計だ。オカリン、無茶しやがって。まあ、はい、いいですよ。ディスカッション形式の方が話も弾むでしょうし。でもその前に私の考えを話させてください。これまで世界中の科学者たちがタイムトラベルについての理論を提唱してきました。主な理論だけでも11に及びます。中性子星理論、ブラックホール理論、光速理論、タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論、宇宙紐理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論、素粒子リングレーザー理論、ディラック反粒子理論。場合によっては11個の中の別の理論によって否定されているものさえある。では12番目の理論が発見されたとしたらどうかな。そうですね。それは13番目の理論によって否定されるかもしれませんね。
ちなみに未来へのタイムトラベルなら今すぐにでも可能ですよ。アインシュタインの相対性理論によればね。例えば今すぐ羽田空港に行って、そこから沖縄駅あたりの飛行機に乗ればいい。目的地に降り立った時、その人は10億分の1秒くらい私より未来に進んでいる。移動する速さが高速に近づけば近づくほど時間は遅く流れる。それが相対性理論ですから。極論を言えば、光と同じほどの速さで走ることができたら、流れる時間はその人だけ半分になるわけで、24時間その速度で走り続ければ周囲では48時間が経ったことになるから、丸1日分未来へ飛んだことになるんですよ。鳳凰院京馬さん。では過去には行けるのかな。過去にだって今すぐ行けますよ。夜になったら望遠鏡で空を覗いてみてください。何万年も前の光を見ることができるでしょ。まあ今までのは前置き。例えば実際に皆さんが体ごと過去や未来へ行くことができるようなタイムマシンを作るには、まず何が必要か考えてみましょう。代表的なところだと宇宙紐理論かワームホール理論かな。宇宙紐というのは超巨大な質量を持つ紐みたいな形のひび割れです。素粒子と同じぐらいで、長さは最低でも銀河系と同じくらいと思っていただければいいです。これは巨大な質量であるがゆえに時空を歪める性質を持っているんです。その歪んだ時空を紐を中心にあなたがぐるっと一周すると360度以内で回りきることができる。要するにワープみたいなことができるということ。これ時空の角度欠損って言います。角度欠損しているところを通過すると、そこは欠損しちゃってますので通過時間はゼロになる。これを応用して、宇宙紐が高速に近い速さで運動しているとき、相対性理論により宇宙紐の時間は周囲より遅くなるから、歪んでいる角度欠損の領域を通過すると本来ゼロだった通過時間がマイナスになる。つまり通過後の方が過去になっているわけで、2本の宇宙紐を使って空間欠損ジャンプを行い、元の地点まで周回するように戻ってくると、ちょうど周回を開始したのと同じ時間に戻ってくることができる。ざっくり言っちゃうと、それが宇宙紐理論によるタイムトラベルです。ちなみに誤解しないでほしいのは、宇宙紐理論は超紐理論とは別物ということです。というわけで、宇宙紐理論で過去へ行くために用意するものは3つ。その1、宇宙紐。これは2つ必要です。あ、ちなみに宇宙紐って生まれたばかりの宇宙にしかないという仮定なので、探すのはかなり骨が折れるかも。その2、仮に宇宙紐を見つけてきたら、それを光に近い速さで運動させるためのエネルギーが必要です。銀河と同じ長さのひび割れを光並みに加速させるにはどのくらいのエネルギーがいるんでしょうね。少なくとも1.21 ジガワット以上なのは確かです。その3、宇宙紐があるところまで行って戻ってくるための宇宙船。タイムトラベルする人はこれに乗らないといけません。
どうです、鳳凰院さん、宇宙紐理論でのタイムトラベル挑戦できると思いますか？鳳凰院さんは宇宙紐理論には挑戦したくないようですね。だったらもう一つ例に挙げたワームホール理論はどうです？こちらは宇宙紐理論よりはもうちょっと現実的かもしれません。ところで鳳凰院さん、ワームホールってどんなものか知ってますか？空間に開いた抜け道のようなものだろ？ね、そうです。二つの穴があって、それはトンネルでつながっている。トンネルは通過時間ゼロで通り抜けられる。二つの穴がどれだけ離れていてもね。だけどここで残念なお知らせ。ワームホールのトンネルは超重力がかかっていて、開通すると同時に潰れちゃいます。だからかかる重力を無効化するために何らかの細工をしなくちゃダメなの。いわゆるエキゾチック物質、これはマイナスの重さを持つ物質で重力に反発するんです。ここを通るためには手の中に私が握ろうとする力に反発する何かを作ってむぎゅーっとできなくしないとダメということですね。エキゾチック物質を注入してワームホールを安定させれば瞬間移動は可能になります。でもタイムトラベルをするにはそこからもう一手間必要。ここでは仮にワームホールの入り口側の穴がこの秋葉原に、出口側にある穴が LA にあるとしましょう。まず LA にある穴を光に近い速さで宇宙の果てまで飛ばしちゃってください。そして果てまで行ったらすぐに LA に引っ張り戻す。相対性理論により光の速さで動くと時間は遅く流れる。 LA に戻ってきた穴は秋葉原にある穴よりも過去にあるということになります。というわけでその状態で鳳凰院さんがワームホールに飛び込んだら数年前の LA に行けるでしょう。でもこの時点ではまだタイムトラベルをしたことにはなりません。疑似的なタイムトラベルです。いわゆる浦島効果ね。重要なのはこの後 LA から秋葉原にもう一度ワームホールを通って戻ること。そうするとその通過時間はゼロなので、鳳凰院さんは数年前の秋葉原に戻ってくるわけです。これでタイムトラベルは完了。ワームホール理論に必要なものは宇宙紐より楽ですよ。その1、ワームホールそのもの、この宇宙のどこかにもしかしたらあるかもしれません。見つけた人はまだ誰もいませんが。その2、ワームホールの穴を光並みの速さで宇宙の果てまで往復させることのできるエネルギー。その3、エキゾチック物質。ちなみにこれ実在は確認されてません。
バカらしいと最初に言った理由は分かってもらえましたか？タイムトラベルの理論はどれも思考実験です。それらの理論からでは実際にタイムマシンを作ることはできないということ、それが私からの回答です。結局現代の物理学じゃそこが限界。10年後にはどうなってるか分かりませんわ。それに仮にもっと簡単に過去へ行ける方法が発見されたとしても実際に行けるとは限らない。因果律に関する根本的な問題が解決されていませんから。タイムパラドックス、質量保存の法則。質量保存の法則を宇宙のようなマクロレベル、あるいは原子や素粒子などのミクロレベルの仕組みに当てはめるのは誤りです。対する法則でしかないから、現代物理学においては全く成立しない。では何が問題となるのかね。タイムパラドックスはタイムパラドックスでも、親殺しのパラドックスの方です。そのパラドックスの解が導き出されない限り、タイムトラベルは実現できない。絶対に。殺さなければいいんじゃないの？そんな単純な問題じゃありません。 SF 映画と同じように考えるのはとても危険です。あなたが消えるだけじゃ済まされない。矛盾が生じることは因果律の崩壊、相対性理論の崩壊、さらにはこの世の全ての物理法則の崩壊を意味するのよ。パラドックスは理論上の思考実験に過ぎない。現実に起きることはないし、起きてはいけないことなんです。だからたとえ 0.00001% でも起きる可能性のあるどんな行動も絶対に実行には移せない。そう考える方が自然じゃないですか？多世界解釈や自己無矛盾の原理っていう抜け道もありますが、個人的にはファンタジーすぎると思うので認めたくないですね。あかっ